皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではマルチイベントの共闘バトルの効率周回について解説していきたいと思います。現在来ているマルチイベントですが、ボーナスタイムを設けてくれたこともあり、人が集まるタイミングも分かりやすく、フレンドで時間決めて集まったり、フレンドと絡んでいない方もね、ボーナスタイムに行けばたくさんイベントでホストしてくれている方がいるので、ワイワイやりたい方もそうでない方も楽しめる、かなりいいイベントになってるんじゃないかなっていうふうに思います。特に今回はスペシャルボックスガチャでもらえる素材が美味しすぎるので、できるだけ多くのボックスガチャチケットをゲットしたいっていう方も多いんじゃないですかね。僕も今回気合い入れて回ってるんで、皆様も今日の動画を参考に効率周回目指してみてください。みんなで欲しいメモリア獲得に向けて頑張っていきましょう。初心者の方にも参考になる内容となっていますので、少しでも効率よく回りたいと思う方はぜひ最後までご覧ください。ということで本編スタートです。はい、それではマルチイベントの共闘バトルの効率周回について解説していきます。チケットを余すことなくゲットしていくためには、以下の3点を意識していただければ効率よく回れるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。こちらです。1つ目、マルチデイリーミッションをすべて達成する。2つ目、お助けボーナスをすべて達成する。3つ目、ホスト周回でひたすらチケット収集です。1つずつ見ていきましょう。まず1つ目のマルチデイリーミッションをすべて達成するに関してですが、こちらはハードルがすごく優しいので、時間がない方も初心者の方もここだけは最低限達成していくようにしましょう。こちらのミッションは工場ステージとボーナスステージのイージーからエクストラまでありますが、こちらはエクストラをクリアすれば他の難易度も全てクリアしたことになりますので、わざわざ一つずつやる必要はありません。なのでマルチデイリーミッションはホスト2回ゲスト2回の計4回やるだけで達成できてしまうので簡単です。チケット獲得枚数は30枚になります。次に2つ目です。お助けボーナスを全て達成するに関してですが、こちらは10回までと制限がございますので、最大30枚までになります。しかもランダムドロップなので、結構10回までドロップするのに時間を要する方もいるかもしれませんが、ボーナスタイムに時間取れる方はこちらも達成していきたいところですね。そして3つ目です。ホスト周回でひたすらチケット収集ですが、こちらもランダムドロップでガチャチケットを手に入れることができます。ただ制限はございませんので、周回すれば周回しただけチケットをゲットすることができます。3つ目に関しましては、同じくボーナスタイムに時間が取れる方で、なおかつ2つ目まで達成した方がやる内容となっています。ちなみにどこのステージが周回に向いているかと言いますと、ボーナスステージのハードになります。おすすめはフレンドは活用せずに、ひたすらソロでハードステージを回るのがいいと思います。そうすれば誰か入ってくる時間も待つ必要ないので、その分多く周回することができます。討伐時間は僕の弱々炎属性特殊でも平均30秒くらいで討伐可能で、通常なら25秒平均くらいでいけました。30秒平均ですと、だいたい30分で26回討伐できて、チケットも22枚ゲットできました。ハードは1回のドロップで2枚なので、だいたいドロップ率は 40% といったところですかね。もしくはレギュメンでもフレンドでも誰か1人とタッグを組んでハード周回もおすすめになります。こちらは戦力にもよりますが、僕のレギュメンと組んで入った時はだいたい15秒から20秒くらいで回れるので、少なくとも 1.5 倍以上はソロで行くよりも獲得できるかなっていうふうに思います。3人のレギュメンやフレンドを揃えるのは大変ですけど、1人くらいだったらいけるっていう方もいると思いますので、現実的かなっていうふうに思います。もしエクストラを30秒以内に倒せる方たちと組んでいる方は、それはもちろんエクストラで回った方がいいと思いますので、特に言うことはないですね。そもそもそういう方たちはこの動画を見ることはないと思いますしね。あくまでもこれはランダム生成された部屋にエクストラで入ると1分とかかってしまうことが多いと思うんで、待機時間を含めるとそれ以上ですかね。これはさすがにエクストラといえど効率悪いんで、たとえ1人でも一定以上の成果は得られるように考えられたのがボーナスステージハードになります。なのでこれまでエクストラで回っていたという方はハードで試してみてください。さて、
ここからは初心者の方がどのようにすればいいのかを解説していきたいと思います。初心者の方は戦闘力がまだ低いので、さすがにソロでぐるぐるっていうわけにはいかないですよね。なので初心者の方のおすすめ周回方法は、ゲストで入る時もホストで部屋を建てる時も、普段前衛をやってる方であっても後衛編成で入ってください。デイリーミッションとお助けボーナスではエクストラを選択し、自身で周回するときは同じくボーナスステージハードがいいと思います。その時にレアスキルは天の計り目、カリスマ、ラプラスあたりを打っていただけると上級者の方も助かると思います。あとは炎属性ロングをお持ちの方は初手ですぐ打ってあげた方がいいですね。もしない場合は任せちゃいましょう。ちなみに炎属性ロングとはこちらのオーダーのことになります。対ヒュージスキルのところでこの L っていう表記があるものが属性ロング表記になります。ちなみにこちらは優勝オーダーですので、課金がある程度できる方はヒュージ戦で結構役に立つので、このロングオーダーは購入されておくといいかもしれません。また上級者の方とフレンドになっておくのもおすすめになります。連れてってと可愛く上目遣いをすればきっと快く連れて行ってくれることでしょう。それでは最後に、どのようにデイリーミッションからハード周回までを1日のルーティンでやっていくかスケジューリングをお話しして終わりたいと思います。あくまで全部のボーナスステージに立ち会える方向けですね。すべて立ち会えない場合は自身でどこまで進められるかプランニングをしてみてください。まず昼の部ではデイリーミッションとお助けボーナスまで全て達成したいですね。30分回り続ければよっぽど運が悪くない限りは達成できると思います。夕方の部ではお助けボーナスがまだ10回分できなかった方は続きからやっていきましょう。この時に昼の部で何回お助けボーナスもらったか把握しておくようにしましょう。お助けボーナスが終わっている方はそのままハード周回をソロかもう一人と協力してボーナスステージハードをぐるぐる回る感じですね。夜の部も同じです。ただ23時帯でレギオンマッチをやられている方はレギオンマッチが終わってすぐボーナスステージなんで、共闘バトルが開催している間は普段外戦に行っているレギオン様もボーナスステージを優先した方がいいかと思います。以上、共闘バトルの効率周回方法について解説してきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。初心者の方でも先ほどのやり方で全然チケット集められるので、初心者の方もお時間ある方はガンガン回っていきましょう。報酬が美味しすぎるんでね、この機会にがっつりメモリアゲットしていきましょう。ボックスガチャのね、引き運が悪くてなかなか効率上がってこないのが歯がゆいですけどね。上級者の方も、もしもっと効率いい周回の方法あるよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。これからもアサルトリリーに関する動画上げていきますので、応援していただけると嬉しく思います。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは皆様ごきげんよう。